元 GP 第9戦ドイツ GP では、負傷したアレックス・リンス、ヤマハ、の代役としてレミー・ガードナーが参戦する。彼はこの機会を予想していなかったと語っている。動画、元 GP2024 第8戦オランダ GP ハイライト。ガードナーは2021年にもと2王者となり、 2022年にはテック3 k t m から元 GP クラスへデビュー。WGP500cc 王者のワインガードナーが父ということもあり、注目されていた。しかしガードナーの元 GP クラスでの戦いはわずか1年で終わる。KTM は苦戦していたガードナーをプロ意識が十分ではない、として契約を解消。 他チームのシートも獲得はできず元 GP を去ることになった。そういった苦い経験を経たガードナーは、2023年から活動の場を WSBK へ、スーパーバイク世界選手権、へ移し、GRT ヤマハで今年2年目を迎えている。ガードナーは WSBK では安定した走りを見せ、2024年シーズンは圧戦で初表彰台を獲得。 ヤマハ陣営でランキング最上位の5番手につけるアンドレア・ロカテッリから22ポイント差のランキング7番手につけている。こうした走りはヤマハにとってリンスの代役というチャンスを与える理由として十分だったようだ。一方でガードナーは2022年以来となるモト GP を前にこうした機会が訪れるとは予想していなかったと語った。 正直に言って、GP バイクに戻ってまた走れるとは思っていなかったよ。ガードナーはそう語る。だけどカムバックしてこの素晴らしいマシンを走らせるのは、いつだって嬉しいことだ。まあ簡単なことじゃないだろうし、それはわかっている。土曜日の最初のレースの前に乗れるのは、一日だけなんだ。簡単じゃないけど、最大限活かして、毎週、 マイセッション学びを進めて改善していければと思う。何よりも楽しむことだと思う。毎回早くなっているようだし、この数年でバイクがどう進化したのかを確かめるのが楽しみなんだ。なおガードナーはヤマハから元 GP の代役について打診があったのは、今回が初めてだったと明かしている。これはタイミングとしては申し分なかっただろう。 ヤマハはつい先日2025年にプラマックをサテライトチームに迎えることを発表したばかりであり、今回のレースがサプライズにつながる可能性もある。ただガードナーとしては、その可能性についてはあまり考えていないという。タイミングはドンピシャだったと思うよ。大役を受けるにあたって、プラマックの一件が頭をよぎっていたかと聞かれたガードナーは、そう答えた。 でも正直に言うとその件については考えていないんだ。現時点ではオファーもないよ。僕はそれについて考えてすらいない。ここでの仕事をやり遂げて楽しむだけさ。僕が集中していることは WSBK で力を発揮してそこからどうなるかにある。